バシーリー4世、または、バシーリー・シュイスキーは、モスクワ・ロシアのツァーリで、動乱期の短命な統治者の一人。ドミトリー・バシーリーはかつて、虹ニにニノブゴロドを統治していた、モスクワ大公家の暴流、ひいてはその家系を流陸に遡る、大貴族、シュイスキー家の出身であった。バシーリーは若い頃、イヴァン4世の親衛隊をプリーチニキに属していた。 1584年イヴァン4世の死後、ヒョードル1世の殺政団の一人を務めていた、一族のイヴァン・シュイスキーが、ボリス・ゴドゥノフとの争いで失脚した際、彼も連座して追放された。だが、シュイスキーは、後に許されて、ボリスに仕えることとなった。1591年に、ヒョードル1世のイボテイドミトリーが、分量のうぐりじで、謎の死を遂げる事件が起きると、 ボリスに、ミコの死因調査団の団長を任せられ、その死因を探った。シュイスキーはこれに関して、ドミトリーがナイフを持って遊んでいた時に、転換の発作を起こし、自分の持っていたナイフで喉を傷つけてしまった、と、事故死と判断を下した。その後、1598年、ヒョードル一世の死により有力長が断絶し、ボリス・ゴドゥノフが、サワリに即位すると、 彼はそれを認めて従っている。バシーリー4世1605年4月に、ボリス・ゴドゥノフが死に、ボリスの息子ヒョードル2世が即位すると、シュイスキーは、ドミトリーの母マリア長屋ともどもニセドミトリー1世を、本物の王子と認めて、前言を翻し、ヒョードル2世を裏切った。その後、モスクワに迎えられたニセドミトリー1世が大貴族や、 民衆の人気を急速に失っていくと、今度は彼を偽物と急断し始める。翌1606年5月、シュイスキーは、他の大貴族の支持を取り付けて、偽ドミトリー一世を、敗位、殺害し、直後に支持者によって、サワリに選出された。シュイスキーは、アレクサンドルネフスキーの弟である、ウラジーミル大公、アンドレイ二世の直系子孫であり、かつ、 流陸長断絶後における流陸の最後の断径子孫でもあり定位継承の血統上でのみ考えれば最もふさわしいザーリ候補の一人だった。即位後、シュイスキーは本物のドミトリーが死んでいることを実証するため同年6月3日にミコの遺体をウグリチからモスクワに運ばせた。この時掘り起こされたミコの遺体は腐敗していなかったとされ。 この奇跡によってドミトリーは、ロシア正教会に劣勢された。偽ドミトリー2世、バシーリー4世はその知性、彼の正当性を疑う多くの大貴族に譲歩し、貴族会議の存在が重みを増した。また、動乱時代で国内が分裂状態にあったため、その家には、極めて弱く、ヒョードル一世の息子を戦勝する2世ピョートルが出現したり、 即位した年には大貴族とコサックが結託した大規模なイヴァン・ボロトニコフによる反乱が起きた。翌1607年にイヴァン・ボロトニコフの反乱は鎮圧したが、さらに同年末、今度は生き延びたニセドミトリー一世を名乗るニセドミトリー二世が出現し、不満分子を中心に支持を得て南部に大きな勢力を持つようになっていった。 ニセドミトリー2世を撃退するべく、シュイスキーは、スウェーデンに支援を求めたが、代償として、リボニアなどの領土の一部を手放す羽目に陥り、さらに、スウェーデンと同盟して、ポーランドと戦うことまで約束させられた。しかし、このことは、スウェーデンと対立するポーランドによる、武力介入を促すことになった。 修道士にさせられる、バシーリー4世1610年4月、バシーリーのおいで有能な将軍だったミハイル、スコピンシュイスキーが休止すると、その死後すぐに、バシーリーが彼を暗殺したという噂が流れた。噂の内容は一例を挙げると、ミハイルが数々の先行を立てたことで人気が高まっていたことで、バシーリーが、 サーリの地位を追われることを恐れたために暗殺した、といったものである。いずれにせよミハイルの死によって、シュイスキー家の政権は国内における支持をほぼ、失うことになってしまった。同年7月、ポーランド軍がモスクワへと進軍する中、シュイスキーは、ロマノフ家、ボロティンスキー家、ムスチスラフスキー家などの親ポーランド派大貴族による、クーデタによって退位させられ、修道士にされた。 ジグムント3世に、ロシア施設として配列する背景、バシーリー・シュイスキー1611年10月、ポーランドのブワディスワフ王子を、シンツァーリとして衰退するため、ワルシャワへ派遣された、施設団に加わり、29日に、国王ジグムント3世と越見した。しかし、その際、バシーリーは、フィラレートと共に捕虜となって抑留されてしまい、 翌年9月ワルシャワ郊外五七人で死んだ。バシーリー4世の退位後、ロシアでは1610年から1613年に、ミハイル・ロマノフが即位するまでの3年間、ザーリ不在の、いわゆる動乱時代における、空域期間が続いた。バシーリー4世、ミハイル・スコピニシュイスキーロシア皇帝歴大使によると、バシーリー4世は低身長で、 目はほとんど見えていなかったとされ、性格は迷信深く、計り事を好んだとされている。事実、彼は、自身の家系が、流陸町の流れ組んでいたことから、サーリの位を狙っていたようで、1591年に、ヒョードル一世のイボテイドミトリーが変死した事件が、起きると、事故死と判断を下しておきながら、1605年の、 ボリス・ゴドゥノフの死後それを撤回して、ヒョードル2世を裏切り、その後迎え入れたニセドミトリー1世が不人気となると、殺害するなど、権謀術数を駆使し、臨機応変に対応して、都合よくツァーリーの位を得ることに成功している。イバン・チモフェーエフはバシーリーについて、年代記で、全国民の同意もないまま可能な限りの迅速さを、持って、バシーリーはツァーリーに、んぜられた。 また、孤児する様子は全く見せなかったと語っている。しかし、バシーリー四世は大貴族をはじめとする人々からは、不人気で、疑いの目をかけられており、ロシア国内外ともに不安定な動乱時代であった、ため、彼らに大きく譲歩せざるを得なかった。ポーランド軍の司令官、スタニスワフ・ジューキエフスキは、狼のように貪欲に権力をつかみ取った男とし、 サーリの位を得たことで対立する貴族らの妬みを買っていたと語っている。結局、バシーリー四世の迷信深く、計りごとを好む性格は、数々の先行を立て人気の高かったお意味入る、スコーピン・シュイスキーの殺害に結びつき、これにより自身でその立場をさらに弱め、その破滅を招く結果となった。シュイスキー家の家系を見れば、バシーリー四世が、 流力の流れを組む団系の子孫であるとわかる。流力、イーゴリ・リュリコビチ、スビアトスラフ・イゴレビチ、ウラジーミル・スヴィアトスラビチ、ヤロスラフ・ウラジミロビチ、フセボロド・ヤロスラビチ、ウラジーミル・フセボロドビチ、ユーリー・ウラジミロビチ、フセボロド・ユーリエビチ、ヤロスラフ・フセボロドビチ。アンドレー・ヤロスラビチ、バシーリー・アンドレービチ、コンスタンティン・バシリエビチ、ドミトリー・コンスタンティノビチ。 バシーリー・ドミトリエビチ、ユーリー・バシリエビチ、バシーリー・ユーリエビチ、ミハイル・バシリエビチ、アンドレイ・ミハイロビチ、イヴァン・アンドレイビチ、バシーリー・イヴァノビチ。ありがとうございます。